ね、劇場公演久しぶりだったね。また最善だったね。あれ最善だったよね、 K2 来てくれた時も。すごい最善、すごい。優勝、シルバー優勝ありがとうございます。シルバーハートありがとうございます。久々の公演配信、そうマジでね、公演久々すぎてね、もうマジ楽しんでた普通にめっちゃね、無限ループできそうね、本当にそう。かじるが当初から食べて、してこれたらオラピオけどさ、なんかセブンあんまり行かなくて、てかまあ近くにもあるっちゃあるんですけど、セブンあんま行かないから、そう好きなんだけどね、そんな食べてない。結婚して会うたりでーす、来なさい。いやでもね、あのいつも通り言ってくれたから、自己紹介の時ありがとう。あ、伝わってきた。カジケンデビューいいね。チーズケーキ、チーズケーキ食べてないんだよね、その昔は食べてたけど。最善ビビるよね、セブン入れ行って。公演お疲れ様、ありがとうございます。いやー、ファミマも行くけどね、うちはね、納涼のありがとう。販売対象、久しぶり。あ、ネックレスありがとう。ゆあちゃんが偽名さん気になってるって思う、来てた。まあそりゃね、あの素敵な人だから気になると思うんですけど、まあ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 、絆がありますから、もう偽名さんとこはないのには。シルバーキューピットマジありがとうございます。 T シャツも、あ、待ってます。シルバーの誰もありがとうございます。納涼ティーは、まあ、納涼ティーね、確かに分かりづらいっちゃ分かりづらいけど、優しい。シルバー優勝ありがとうございます。そう、今日配信、あの絶対アイドルやめないで歌おうと思ってそう、歌ずっと歌うって言ってたから、やっと多分出たっぽい。出てないかもだけど、出てたら歌おうかな。どういう気持ち。 SK ウォーター弾いたら決めちゃね、ここ早んってなりました。ほんとそれな、ここはさん絡みのコンビ名。え、だから別に名前もじらなくてもいいかなみたいな、その、そうそうそう、名前もじりじゃないコンビ名だってこの世にたくさん存在してるから、まあそういうのでもいいのかなって思ったりしている。シルバーハートとシルバーダルマありがとうございます。通路、通路ね、いいね、わかりやすい。あのキッズそうだよね、そうなるよね。結婚してお断りかける5、ありがとう、ハートありがとうございます。西さんといつか、いやでもなんかミオさん最近仲良しですねってよく言われるけど、まあ確かに最近一緒にいるだけで、なんか先輩で初めて話したのもミオさんだし、初期からずっとですね、最近たまたま一緒にいれるだけって。お疲れ様でした。いやー、そんな変わらない、美人そんな変わってないんだけどな。大阪おかえり。あ、確かにプー入れてもいいな久々の声楽しかった。ポプラね、ポプラもうないよ、あんまなくなってってる、どんどんロープになってる。ハートありがとうございます。元気ですよ。漢字組み合わせむずい。火曜日公演待ってます。ハートありがとうございます。そうだ、中二期だけの思い出以上。ビームの手紙の呼び方いいよね、マジで。それな、でもさ、なんか今日ちょっと待って、カラオケ入ってるか見るわ、まず。まあみんなが歌ってほしかったらの話だけどね、まあ別に歌ってほしくなかったら別にそんなそんなね。でもなんかマジで、なんかあんまり、わ入ってるわ、なんかあんまり、間違えた、あんまりさ、
声が裏返ることとかないんですけど、今日水のないプール多分裏返っちゃって、ちょっと一瞬だから今日も調子悪い。普通にもう注意したら歌うわ。じゃん、結婚してお二人かける2です。あの役割って生誕委員の方が決めてるんですか。結婚してお二人かける2です。12月に来てくれるの、いいお知らせ持って待ってるね。絶対歌うのやめないで。手遅れコーション聞きたいの。待って、なんかクリスタルクボちゃんタワーいつもありがとう。いつもなんかもうさ、ちょっと後で書こうかな、なんか書くの忘れちゃいそうっていうかな、ショールームもできないからさ最近。マギキおもろかったの、マジか、見てない、アーカイブ確認してみて。結婚しました、それはあんま思ってなかったけど、結婚したのかなとかは。歌えるかな。レッスンが待ってからずっともらう。優しい。まあさ、うまく歌えなかったらリベンジバージョンがあるっていうことでさ、まあまあポジティブに。青汁飲んでますよ。カジケンいいな。オレンジピンクでコウハちゃんも入ってるな。心拍数入金ありがとう、元気です。じゃあ歌おうかな。配信は投げるためにありがとう、ごめんね。充電がさ途中でさ、停電、あ、なんだ、なに、なんかさ充電減りましたみたいな通知が来て止まらないかな。ちょっとじゃあ歌うね、もう頑張って歌うよ。なんかもうちょっとどうしよう、なんかさ、こんなの座ってて歌ってみよう。まあちょっともう歌ってみるわ。頑張ってみちゃおーっと。温かい心で聞いてください。じゃあ絶対アイドルやれないで、輝いてる君を見たい、もうずっと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 素敵で、私がもし君のとこ離れたなら、その夢がアイドルじゃない。
してるから、星のいない空、それが当たり前で、暗い道に目が慣れずに踏み出すのも怖かった。そんな時やっと見えた光、絶対君は歌ってて、ただのエゴと分かってても、君はキラキラ衣装が似合う、絶対大きなステージで一列にも前で感じたい、今日の歌い方なんか好きだな、君の努力私の愛成り立つ後悔、敬意は強くって脆いの、星の幸せを願った。だけどでもね、だって君はアイドルよ、初めて目が合った日から、今日も明日も君ばかりだ、絶対アイドルやめないで、これは無駄だね、ないおとぎ話、恋よりももっと好きだ、魔法よどこか解けないままで、終わり。ありがとうございました。久々に歌ったな。暑い。久々に歌いました。でも今日カラオケ行きたい気分だったんですけどね、行けなかったから歌ってみちゃった。 CD 貸してください。そんな、なんか大した歌では歌声ではないんですが、いい歌だよね、マジでいつも歌ってるから。確かにカバーとかもねできればいい。優しい、みんな最高だって。優しい、その子はいつですか。いつか機会があれば。生誕くじね、カロ、わー、そんなの喜んでもらえるの、やば、嬉しい嬉しい嬉しい、優しい、みんなうわー、待って、何これ、こちらこそなんですけど、もう待って、ありがとう、何これ、待って、嘘しよう、ちょっと待って、ありがとう、すごい演出のあるダブルタワー、待って、嘘、ありがとう、エンジェル、ありがとう申し訳ない、ありがとう、こちらこそ、来たーって言ってる来たーって言ってる、みんなありがとうございます、ありがとうございます、すがって言ってる、ありがとうございます、すいません、本当何もしてないんですけど、何もしてないんですけど、ありがとうございます、なんかでもいつか普通に、なんか普通にいつか歌いたいかも、何、いつか普通に歌を歌いたいかもショールームのカラオケむずいんだよね、マジで、なんかむずいから、いつか歌いたいかも。でもさ、なんか今日もう一曲歌いたいやつあったんだけどさ、なんかみんなが知ってる曲かわかんないからさ、ちょっとあんまりあれなんだよなっていうやね感じの、
歌詞はね出てくるよ。でもねみんな知らないと思うんだよな。じゃあちょっともう一曲だけ歌う、個人的に歌いたいだけの曲ね。どうしよう、次片耳イヤホンせずに歌おうかな。片耳イヤホンせずに歌ってみよう。もう一回歌え、歌っちゃうしかないからね。え、なにこれさ、なんかさ、なにこれスタートできんくなったんだけど嘘でしょ、なんかさ、一旦ちょっとさ、縦画面とかにしていい？なんかさ、ボタン押せなくなったんですけど、なにこれ。なんかさ、この何、なんかさ、ボタン押せなくなったんですけど、これから押してもいいですか？ 1 ヶ月ずっと気になってます、待ってますそんなの嬉しすぎますわ。やばいやばい、怒ってる時にやばい、いけそう。そんなの嬉しすぎるんですけど、なんかこちらこそ、全然こっち、ああ、ちょっともうなんか何をやっているの。やばい、じゃあもうなんか歌っちゃいますわ、一旦曲歌うわ。夏の近い誘えればいいなって今まるで焦ってなかった僕さ、突然凶暴になって心の距離急がなきゃダメだ。春夏秋冬も順番だけどスキップしたくなるものなのさ、してもずるしてでも君を他に渡せやしない。梅雨の寄り道いつまで続く、雨は止みそうで止まない、光差し込む
その切れば会える場所を見つけよう。次の日道遠回りでもずっと奇跡を追いかけて、もっと手前でその角を曲がればもうそこは真夏の恋をしたいけど、ライバルのせいでもう時間がない。夏の近道どこを探せば次の季節のドアが開く。恋はいつもせかちなものだから、未来地図を教えて。風と日差しのその中に同じに見えた毎日だったのに、夕焼けが沈むのが遅い。もうそこは真夏の入り口。歌いたかったから歌っちゃいました。へんいっぱいゲストありがとうございます。えキーキーしてるそうなんですよ。結構家で歌うの趣味で、いつもノリノリで歌ってますね。 STA の曲はね、多分結構何でも歌えるので何でも大丈夫です。余裕で知ってる曲、イエイアゲ、ありがとうございます。みんな余裕で知ってるんだ。そう、ありがとうございます。カラオケなんかもしちゃいました、久々だったから特大サービスありがとうございます。そういい曲なの。そうスクラとか好きだからいい曲なのよ。だからね歌っちゃいました、ありがとうございます。まあちょっとまあまあちょっとうまく歌えてるとことか全然切り抜きとかしてもらってうまく歌えてるところに限りなんですけど、レッスン頑張りますよ。そう今日2曲歌っちゃった、ありがとうだるま、ありがとうございます。拡散してみた。確かに今見に来たら終わってる。お風呂でも歌ってるよ、いつも歌ってるよ、一人で。なんかさ、そう思い出以上良かったです、嬉しい、ありがとうございます。でもね、なんか踊りとか衣装とかセンター好きなんですけど、すべて幻私らしくないわとかのハモリがやりたい歌大好き。12期だけの思い出以上は2回目ですね、2回目です。そう第6巻はマジで超久々にやりました。ひとりさん役、確かにそれはそう、久々にやりました第6巻解禁。いやマジで思い出以上ね、コールありがたい。楽園の階段良かった、嬉しい、
なんかめっちゃなんていうか個人的な話なんですけど、楽園の階段ってなんていうのちょっとかっこいい曲調じゃないですか。なんですけど、まあね、アンコール1曲目だし、なんか歌詞とかも何盛り上がろうぜイエイイエイみたいな、オラオラみたいな感じの歌詞だから、ちょっとね、あのこの曲って結構なんていうか楽しんでいいやつなんだって思って、なんか曲調だけでさかっこいい系って思ってたけど、これ楽しんでいいやつだと思って、そう思い出してよかった、いい曲だよね。多分歌えるよ、多分歌えるよ多分歌える。ロッカー出てきて焦るよね。そう本当最近わかんないからね。そうご飯も、今日マジで楽しんでましたね。ここからね、いいよね、いい曲。そうなんですおもこいならわかる、思い出してよかった、思い出せる恋をしようね、それもいいよね。そう全部いい曲、アンテナ楽しいよ、思い出してよかったならコールできます。コールしてくれんの、それはありがたいな。お疲れ様、ありがとう。前髪切らなきゃ、前髪切らなきゃ。夏の曲な、おいでつ、うわいいよね。今さっき振られたので来ました。振られたの？今日ね、いると思わなかった。びっくりしたよ、振られたのか、残念。オイルシャンプー、うーん、オイシャンいいよ、オイルシャンプー振り向いた時、放課後レースもいいよね。もうなんか全部いいよね、曲ってよくない、もうアイドル曲よくない、アイドル曲よくない。いやでもそれで言うと、あの先輩方のミミフィーユさんの純情がマジで、なんかもうマジで好きすぎてめっちゃ聞いてますね。そうてか、なんかでもなんていうか、今回の告白心拍数のカップリング曲、チーム曲と、だからそのティーンズユニットの曲全部良くて全部聞いてますね全部良くて全部めっちゃ聞いてる。あのリーナさんの歌声がマジでなんか好き、あの S の曲も聞いても思ったし、ミミフィーユの曲を聞いても思った、全部いい曲で、全部いい曲で、全部いい曲全部いい曲で、全部いいねって感じで、全部聴いてる。やばいよね、全部よくて。リーナさんの歌声好きですね。なんかリーナさんだって分かるし、うまいし、なんか聞いて誰の歌声かすぐ分かる歌声好きなんですよ私。やっぱアイドル、あの大人数グループだから。Thank you, Kim. ねえ。で、マリーさんも本当すごくあるから好き。そう。全部いい曲で。まあ、そう聞くとね。順々、確かにタイトルからは。いやマジアイドル曲すべて神ですからね、もうほんと心拍数もいいよね
そうユニゾンで入る声ってめちゃくちゃいいですよね。マジでなんかユニゾンは結構消えちゃう系の人間なのでユニゾンだとユニゾンでもね分かる声っていいですよね。まあ、曲は最高ですよっていう話ですね。リンクしてまあそういうことでもあるんですけど、なんか結構ここはね息多めで歌っちゃうんですよね。結構まあ改善すべき点でもあるんですが、それが良くない今日の公演はどうでしたでしょうか。急に急に楽しかったよね。マジでさ公演数がさ少ないじゃないですか。そう今少ないじゃないですか。寂しいですよね。私も寂しくて、でもなんかあさってとしあさって公演なんですけど、だから嬉しい。見てないけど最後だと見てユニット、わありがとう。アーカイブで見てね。くれない、わ嬉しい。当たらないのか。周年もお楽しみに。オムレツセンターありがとう。ご安くでもコンサートの機会、コンサート3日間ありますからね。もう3日間ありますから3日間来てくださいウェルカムコメントもね書いた、ちょっと書いてみた。一般発売してますチケット。お友達も呼んでみて、したら一緒に来てくれるかもしれないから、まあぜひお友達とか呼んでみてください。3日目しかねえ、まあちょっと予定でさ行けない方はまあなんともしょうがないんですけど、もし空いてるよって方は3日間とも来てほしいです。3日目、一日だけ手厚れさ3日全部嬉しい。カメコ、そうカメコもね強制連行しといて。カメコもあるんだ。そうだカメコもあるので、カメコはもう買えないのかな、わかんないけど、かとも、うん、まあ何も言えないですから、なんか何も言えないくせにキツとか言うのね、ちょっとごめんなさいね、こんな人でまあ来てください何も言えないから何も読まないけど、まあ来てみてっていう感じ。3日間とかね。で、まあ誘ってみてっていう話でした。もう何も言えないので終わります、この話。そう。でもね、リハーとかもやってるので、もう。そうそう。リハー、そう。毎日のやってて。そう、毎日のようにやってて。先輩方のストーリーとかね見たら分かると思うんですけど、そうそう、なんか初めてなんかのコンサートなので、夏のツアーとかもね出てないので、そうそうなんですよ、初めてです。それでね、あのミオさんと毎日一緒にいるんですよそれでね、そうみんな一緒にいるんですけど、そうそう、特にミオさんとずっと一緒にいるって感じですね。1週間一緒にいるらしいです。なんかでも本当は2週間一緒にいるんですけど、1日だけ会ってない日があって、そう連続記録で言うと1週間っていう感じ。20のチームイコアさん、お
待ってます。ウレピオ楽しめてそう、楽しいやん。うわ嬉しい。ミオさんね、ミオさん、あの西井ミオさん、ミオさん、そう、そう、ミオさんと一緒にいる。今日もずっと一緒でした。え、モーブメ撮ってるの？返信来たことない？やる？ない？そう、ミオさんと一緒にいます、いつも。今日もまあずっと一緒にいた、朝から晩まで一緒にいて、帰りも一緒に帰りました。結構そうなんですよ、ラブラブでごめんなさいって感じなんですけどまあちょっとそうなんです、実はね、実はね、生誕だから、生誕の方のサイリムを振ってください。おひさ、目お疲れ、ありがとうございます。みおさん気が合う感じ、うん、なんか、うん、全部好き、濃い陽気ですだしそれはそうかもね。ハゲツイン欲しい。キミちゃんに甘やかされてんのかな甘やかされてるヨさんラブはね、結構誰にも負けないというか、きっこ相思相愛でやらせてもらってて、今配信してますよね、あの聞いてもらったら分かるんですけど、結構相思相愛でやらせてもらってて、そうなんですよ。だからなんか、まあココハがね、こうあの言ってますけど、こうやって割と相思相愛でやらせてもらってて、そうなんですよ。まあ、ココハはさ、なんか嬉しくなってこうみんなに話しちゃったりするじゃないですか。だからおいおいみたいな、みんなもね、そんなおいおいってなってるかもしれないけど、自己紹介 MC、ね、自己紹介 MC でも話してくれてたね。そう、なんかあのツインテールが見たくて、ミオさんので、なんかもう制服の目、この制服の目が発表された時ぐらいかな、それちょっと経って、だから結構前からツインテールにしてくださいって言ってたんですよ。でもなんかその嫌かもしれないから、その日の気分的に、あの候補3個出しました。ツインテールが一番見たくて、で2番目に、なんかリンゴじゃなくて、よくミオさんがやってるリンゴじゃなくて、なんかハーフアップのちょっと斜めにやってるやつも好きで、それかハーフツインっていう、そう、一番見たいのはツインテールだけど、そうでツインテールになりました。なんかツインテール巻くか悩んでて、あの巻かないと変かなって言ってたけど、うん、バチボコに可愛かったですね。みおちゃん後輩にはどんな感じなん？わかんないですね、ちょっと結構ココハだけっていうとこがあるので、ちょっとわからないですね。でもなんか優しい、なんかめっちゃココハ、あのいろいろ聞いちゃうんですけど、めんどくさいことで、めんどくさいですかって聞くんですよ。そのめんどくさいことを聞いちゃった後に、それがめんどくさいじゃないですか、まあだから今日なんかめんどくさい質問聞いて、でめんどくさいですかって聞いたら、めんどくさくないよって言ってくれて、優しいと思って、めんどくさいって聞くのがめんどくさいですよねって聞いたら、全然何もめんどくさくないよって言ってた。
優しい優しいでしょ。そうそう、でも明日は多分一緒にいないのでちょっと明日一日生きていけるのかが不安なところではありますね。そう、そこは心配なんですけど、まあ頑張って生きてみようかなと思います。他の子に取られちゃわないよ、だって相思相愛だから。そういう女って何、やめてよ。そうなんじゃない、わからないけど。何、ね、相思相愛か聞いたらそうなんじゃない、わかんないけどって言ってたの。あ、そうそう、今日お別れするとこでお見送りした。あ、みおさんはマジでなんか結構でもツンデレですね、本当に。なんかツンデレだ、なんかなんだっけな、ココハがココハって呼ん、な、何、答えがココハになってほしい質問をよくするんですよ。なんか、まあ、例えばじゃあなんだっけ、うん、どんな質問してるっけな、今日誰と一緒にいるんですかとか聞いてそう、一緒にいようねって決めてたんですけど、今日誰と一緒にいるんですかとか聞いて、したらなんか指さすだけで言ってくれないんですよ。なんかココハの方を指さすだけで、でもココハって言ってほしいから誰ですかって何回も聞くっていうのを何百回とやってる。公の場ではマリンさん、マリンさんだけど裏ではキミエさん、ミオさんだからなんかちょっと語弊あるな。わ、待って、忘れちゃった。あ、今日プリマステラのマリンさんのうちわもらったんですけど、持って帰ってくるの忘れちゃった。朝もらったから、そう、一旦置いとこうと思って持ってから忘れちゃった。ハートありがとうございます。あー、数字ね、ミオココハね、数字でね、まあいいかも。いやー、そう、でもまあ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 、相思相愛ということが分かってよかったですね。ツンデレだけどそうなんじゃないって言ってたんでしょ、ってことはもう相思相愛ってことですよね。そう、でもなんか今日とかもなんか、そう、普段あんま、でもなんていうか一緒にはいるんですけど、そう、なんかこう二人じゃなかったらあれかな、なんかなんていうの、他の人と話してたらあれだなと思っていかないから、二人でいる時ってなかなかないんですよ、二人だけでいる時っていうのが。だから今日は2人だったんですけど、なんかおちびちゃんたちがね、さつきとみやびがもう来るんですよ。2人で話してたらね、だから今ね2人の時間なんだよねとか言って。そう言ってた、ごめんね今ね2人の時間なんだよねって言ってたら、もうさつきはなんか呆れちゃって、もうはいはいお幸せにみたいな、はいはいお幸せにみたいな、もうさつきはもうなんかね大人だった。なんかそうそう、もうちょっと付き合っちゃってて申し訳ないですね。ミヤビーマーね、どんなのかな、でもミヤビーマー結構折れずに立ち向かってくるかも。
今ね二人の時間なんだよねとか言って言ってた何歳差なのよ、ほんとね、ほんとね、そうシルバーのハートありがとうございます。独占タイム知った、リアコ枠っていうかもう結ばれちゃってるかなっていう感じかな。そういう気持ち、大人の対応された、大人の対応、そうそう、結婚めんどくさい女代表だと思う、マジで普通に自分で思う。なんかさつきちゃんにも言われたの、そうだ、なんかここ判定なんだっけ、めんどくさいねじゃないかな、なんだっけな、何か言われて、でもまあ自覚してるんだよねっていう話もしたなんだっけ、なんて言われたんだっけ、あ、そう、なんか今日行きにみおさんとの動画をずっと見てて、でさつきにも永遠見させてたんですよ、でもう一回見てみたいなしたらもうキモいとか言ってたけど、自覚してるとか言って、シルバーのハートありがとうございます。二人のね動画を見せてた、さつきは優しいのでね、もう一回言ってた、さすが、そうなんです、まあまあラブラブでやらせてもらってますってことだけはじゃあ言っときますね、あのそれだけはじゃあ言っときます、報告でした報告でした、以上です。なんかも質問とかあれば受け付けてますので、え、持って持っては困るな、おお、お幸せにすいません、ありがとうございます、何個かありがとうございました、階段してほしい、いや DD じゃないですね、えライバルはいないです、あの私ですのと結ばれました、あの推しとかないですもうタウンシバーも一人です、間には割って入りませんだから、みほさんがみきさん話してたら、あのその時間を大切に楽しんでほしいと思って、あの行かないですよそんなそこまであの重くないそこまで重くないその人の間に割って入るようなことはちょっと人間としてしてないダメ、ぶっちぎってますね、ちょっとごめんなさい、その辺の関係好きな種類は違いますね、そうし、そういとは死んだ、いや、それそこは人間としてね、そんなそこは結構人間としての常識はあの持ち合わせてます、全然全然持ち合わせてます、どの感じの好きな気になる、まあトーク会ででも久々マリンさん、キミエさんを見て、お、いいね、トーク会のネタが増えましたね、
もうこのお話は一生多分尽きないので、真相までいっぱい来てください。宣伝するよと。あやさんのね、そう、うーちゃんって言ってた。いや、もう休みます。きいちゃんの時も、あーそうね、そう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 、愛知とこは待ってます。無限無限の話題これ。そうなんです。できるなもん。12期来てくれ。待って、いつあるんだっけ、最新、最新というか直近で言うと10月とかもあったりするの。10月はない。おばちゃんさん、いや三角関係じゃないもんだって。もう三角関係じゃない、あのココハは結ばれてるから、もう何、三角関係じゃないです、ごめんなさい。10月19か、終年の1週間後にあるのか。10月か、ありがとう。幕張なのね、そして初めが。じゃあ幕張最初で終わっちゃうのか、寂しくない？なんか ね最初で最後だよね、寂しいなぁ。愛知の、あ、待ってます、嬉しい、来てくれるの。幕張あ、だからアイホルツ、あーそういうことかな、初めだし、そうね、いろいろと話に来て東京。そうね、結構新幹線乗るの好きかも。だからツーショットもあるのか、そっか、少なくとも、あ、遠いのか、そっか、じゃあ名古屋でみんな来てください。愛知か、合ってますね。何着るとかは決めてないんですけど、初回はこっちゃんとコスプレ、コスプレっていうかなんかそうしようかなって。初回多分1日目かな、2日目、1日目な気がしますけど、それ以外は決めてなくて、そう土曜日かな多分。握手待ってます、嬉しい、多分土曜日かな。そう日曜日ってなっちゃうと、こっちゃんが誕生日直前で、何歳なんだろう今、16歳とかかな、17歳の最後のあれだから、多分土曜日です。だから土曜日はこっちゃんと揃いでコスプレしようかな。まあもう届いてるんですけどね、もう買って届いてるけど開けてないから、ちょっとなんか開けてみて着れなかったりしたらあるけどさ、もう届いてはいる。開けてなかった、そういや、こっちゃん開けたのかな、もう。そう、まだ開けてない。あ、土曜日しか、お、いいじゃん。じゃあ土曜日はそれかな。日曜何着ようね。何がいいかな、分かんなくて。10月って暑いのかな。2月8、9、愛知。確かに。ここはの誕生日。直前、やば、19歳ラストとかも悲しすぎて無理。なんか結構二十歳とかなりたくないかも、なんか大人になりたくなくて。なんかちゃんとしなきゃいけないじゃないですか、大人なんて、大人ってね、なんか二十歳になりたくないな。お酒もあんま飲みたいと思っ、なんか飲み
たくないなって思ってるタイプで、そうなんかメリットあるのかなって感じで、だから二十歳になりたいと思ってないけど、どうなんでしょう。身長こっちより高いですね。ハートありがとうございます、嬉しい。たくさんキメさん配信始まったね。キメさんはね、昨日の夜なんか忙しいのにいっぱい話してくれて優しかった。10月涼しいのかな、今日なんか暑くてさ。12月日曜嬉しい、お仕事終わりに。大人みんなちゃんとしてない、飲みながら配信見て。ほぼジュースならさ、ジュースでよくない、癒される、嬉しい。キミちゃん移動します、いいよ、ありがとうね。ココハのショールを見てくれて、え、何書いてもらった、あーキミさんに、え、何書いてもらったか、なんかね、ひよこの絵書いてもらいました。そう、ワインおしゃれだな、どれも面白くて好き。ミオタンにツインテールリクエストし、いえいえ、可愛かったよね。合同生誕、マリンさんと同じ日なんだ、すごい。幼、いや、なんか見た目はなんかどうでもいいんですけど、なんかなんて言うんだろう、気持ち的になんか見られ、大人に見られたくないとか子供に見られたいわけじゃなくて、気持ち的に自分の問題で大人になるのが嫌だっていう。ジュースいいよね、ピンク確かに。そう、自分でね、自分一人で思ってること、大人になりたくないなって。でもなんか小っちゃい頃大人になりたいって思ってた、ずっとなんかずっと大人になりたいって思ってたけど、いざ大人を目の前にするとなりたくないってなってる。二十歳を目の前にして不思議。マジでずっと早く大人になりたいと思ってた、小さい時。みんな通る道なんだ、やば。マジョリティすぎてやだ、マイノリティに行きたいのにひねくれてるからさ、ちょっとマイノリティで生きてきたいのに、マジョリティだ。2月のポトメ、お試しに行く、あー嬉しい、待ってます。シルバー優勝、シルバーハート、ありがとうございます。それもまた人生、大人と子供の中、そうかも。21にはなりたく、あーえー、白魔女さんだったの、タクシーから流される、そういうことか。まあ身を任せるしかないですしね、大人になりたいと思うのは子供、子供になりたいのは確かに、それはそうかも。そんな人生を歩んでますそんな人生を歩んでます。まあね、どっちも良さありますね。制服の目すごい紹介してくれて、気持ち10代なのに荒らさ、いや気持ち10代なら何でも OK。 君を浮かべる時、ソウルの呼吸が、あえあうんうん、胸に息づくのは君、ラブソー、ラブソー、ラブソー、抱き合うたびにほら欲張りになっていく。この前手紙送りました、嬉しい、待ってます、届くの。君が思うよりも僕は君が好き、気持ちが子供に戻る、いいね、気持ち子供大事。10代で好きになったのね、素晴らしい。
今は何時か教えてもらえると助かります。いつか届くの待ってるね。まとめて送ってくれるの待ってます。わあ、もう23になっちゃってたか。15分になったら終わろうかな。今日みおさんの配信見てた人いますか？ココハのことなんか話してた？配信するって言ってたからさ、バイバイするときに見ようって言ったら、うん、ココハのこと何も話せないよって言ってたから、話してないかな。いや、時間進むのは早いですよ。年齢関係なく好きになってください。ココハのことなんて私は年齢なんて気にしていません。自分の年齢しか足のテーピングきっかけでねえ、どういうこと？めっちゃ気になるから聞かせてめっちゃ気になる、その話聞かせて。足のテーピングきっかけで好きになりました。待って、その好きになり方めっちゃ気になるから教えてもらっていいですか？シルバーハートありがとうございます。めっちゃ気になる。なんかさ、今こうやって応援してもらってるんですけど、きっかけってやっぱなんか気になっちゃいますか？きっかけ史上一番気になるんじゃない？情報提供してもらってお願い。どういう、伊藤美ちゃんの生誕で初めてテレビ癒してたかもね、わかんないけど待って、もうすでにおもろいけど、なんかおもろいきっかけの自信ある人いたら言ってほしい。おもろいきっかけあったら教えてほしいかも。いや、おもろいな、すでにおもろいもんな。いやでもね、嬉しいですよね。どんなきっかけでも嬉しい、普通に菅原さんが前髪切りすぎたきっかけいや、それもおもろいな、それもおもろいな、みんなおもろいな。大丈夫かなって心配。心配から好きになってくれてたってこと？なんか守りたくなっちゃった的な、か弱い、かわいい、かわいいとこは言ってないか、別にね、間違えたけど、なんか守ってあげたくなっちゃった的な感じですか？嬉しい、女の子じゃん、ここはちゃん、そんなの嬉しい。何がきっかけになるかなんて分かんないんですね。じゃあ正解がない、答えのないか、答えのない話なんですね。いや、嬉しいですね。でも前髪一生ボサボサだけどね、ごめんね。やっぱ長いと決まんないな。ショールームきっかけ嬉しい。いや、嬉しいな、みんなの宣伝とかで好きになってくれる人もいるから。眉毛に惚れたと思う。眉毛ね、眉毛はなんかどこも行ってなくて自分で整えてるんですけど、割と綺麗なんじゃないですかね。なんか理想は
佐々木舞香ちゃんの眉毛なんですけど、でも太い眉毛が好きでっていう矛盾が起きてて、そう、まあ自分で整えてるうちは太めがいいかなって思ってる。たまにはテーピングしてください。まあタイミングあるよね。足長って思ってくれたの嬉しい。8キ10キすっ飛ばして嬉しい。でもなんか今周年のリハとかねしてて、マジでゆずぽさんの足が長すぎる。なんかもうなんか見てて、スタイルやばい長と思って、本人に伝えるの忘れてた。本当に本当になんか長くてなんかもうみたいな、どういうことってくらい長くて、スタイルがもうやばくて、そう最近結構ちょくちょく話してるんですけど、そうマジでびっくりしちゃいました。長くてスタイルがなんかもう世界に広めたいと思った。ゆずぽさんのスタイルの良さをそれぐらいにやばかったです。そうなんです、マジやばかった。でゆずぽさんは樹脂力が高くて、なんかティッシュ持ってました。ティッシュもハンカチも持ち歩いてた。マジ樹脂力高くないですか。私なんかどっちも持ち歩いてなくてそう自分何も持ち歩いてなくて、そう最近ココハちゃんにちょっと夢中です。ありがとう。マジ樹脂力も高くてスタイル抜群で、そうやばいですね本当に。でもいつもひっついたら近いって言われる近いって言われる。15分なっちゃいました。ありがとう。そろそろ終わるか。今日の公演の感想とかもね、まあなんかどこかに送ってください。一緒にカラオケとか、おい行きたい。今ねどんな髪型をしてるかって、こういうちょっとおでこ広いのバレたじゃん、もう最悪。こういうね、違う下から撮ってるから長く見えてるだけね、上から撮ってるから分かんないけど、こういうなんかもう変な髪型してますからね。ハンカチないと手洗って、だってなんか最近の世界の優しさですね。もう何？で、拭くとこ、拭くもの。が常備されてるじゃん、どこにでも手洗い場が存在する場所には拭くものも存在しているということに気づいて、持ち歩いてないこっそり乾燥。わ、うれぴー。前髪切るのはでも失敗はしたことないかもしれない、慎重派だから一気にバサリと。
後も返信待ってます。え、止めないとこあんの？ココハがじゃあ行ってるとこがもう素敵、素晴らしい素敵なところなんですね。でもさ、決まったとこしか行かないから私しか行かないから。でもね、人が困ってる時にティッシュとかさらっと出したらかっこいいから持ち歩きたいんだけどねっていう気持ち。終わっちゃおうっと、終わっちゃいたいと思います。今日も頑張ったぞーい、今日も頑張ったぞーい。明日は、明日も頑張るけど、みんな明日、明後日も、明日、明後日も多分あの公園で会えるのでっていうことです。おやすみなさい、バイバーイ。おやすみなさい。バイバーイ。